F1 公式サイトがドライバーの実力を評価するパワーランキングトップ10の最新版を発表し、マイアミグランプリ GP で RB に所属する角田博樹、23が2位タイと異例の高評価を受けて衝撃が広がっている。角田はマイアミ GP 決勝で7位入賞、スプリントでも8位入賞と2日連続の入賞劇で大量7ポイントを獲得した。 マシンの性能面で上位陣と開きがある中での快進撃に世界から賞賛が集まっており、F1 もその実力を極めて高く認定した。GP ごとにドライバーの実力を査定するパワーランキングを更新し、角田は今回のレースで2位タイとなる8、4点を獲得。これは優勝したランドノリス、マクラーレン、2次ぐ評価で、王者マックス・フェルスタッペン。 レッドブルの4位を上回る驚異的な結果となった。そして角田は今季ここまでの平均点を7-1として再び8位タイに。7位のセルジオ・ペレス、レッドブル201点と迫り、その実力が高く評価されていることが改めて浮き彫りになった。異例の高評価に衝撃が広がっており、ネット上では海外ファンから勇気がマックスを打ち破るなどと称賛の声が続出。 日本のファンからも、角田博樹 P2、来シーズンからアロンソとチームメートになれることを願っています。などとステップアップを期待する声も出ています。